本番いきます。よーい、カメラオッケー、音オッケー、ヤシオッケー、よースタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。こちらでございます。表、裏、サイド、今回はブラックとホワイトを開けていきたいと思います。こちらでございます。タイプ C 充電ケーブル、取説すべて日本語。そしてこちらが本体、とても軽いです。スピーカーが4つついております。こちらに電源、電源が入りました。電源が切れました。お、分かりやすい。でこちら再生ボタンと、こちらタイプ C のポードです。可動域結構ありますね。装着していきます。こんな感じです。ホワイトも開けていきたいと思います。こちらがホワイト、ブラック、2つかけても重さはあまり感じられません。まるで無重力、何かしながらながら聞きに最適な。こちら連続再生時間は10時間、充電はタイプ C ポート。ズバリネックスピーカーとは、ネックスピーカーはサウンドバーやヘッドホンとは異なる家庭用ホームシアター機器の新しい選択です。特徴としては耳を塞がないこと、耳への圧迫感が一切なくなり、環境音や呼びかけもしっかりと聞こえ、周囲へ配慮しながら音を楽しめるガジェットです。音漏れが最小限に抑えられ、テレビスピーカーとして深夜でも周りを気にせずテレビ番組や映画を楽しむことができます。軽さは正義。ネックスピーカーの選ぶコツ、やはり肩に乗せるというわけで、軽ければ軽いほどいいと思います。本体はわずか 78g、 本当に軽いです。肩や首への負担を最小限に抑えられ、つけているのを忘れてしまうほどの軽さです。マットな質感、上品で落ち着いたデザイン、こちらソフトな素材のため自然な付け心地です。つけるときはちょっと広げて、こうとても着脱がしやすいです。首にぴったりとフィットする快適な装着感が特徴です。そしてこちら IPX4 防水仕様です。ちょっとした水滴や汗がついても問題なし、さっと拭き取ることができて、運動中や料理中にも使えます。没入感あふれる立体音響体験、このネックスピーカー、こちらに2つ、こちらに2つ、計4つスピーカーが内蔵されております。まるでホームシアターのような音に包み込まれる臨場感あふれるサウンドを体験することができます。Bluetooth5.3 搭載、こちら消費電力が抑えられ、安定した接続と高速通信の Bluetooth5.3 が搭載されております。 Bluetooth 搭載のスマートフォンだったり、タブレット、ノートパソコン、ゲーム機、テレビなどの音をこちら耳元で簡単に流すことができます。スピーカーとしての通信距離は最大 10m まで対応、場所に縛られずに動き回りながら音を楽しむことができます。高性能マイク内蔵、このネックスピーカー、手を使わないハンズフリー通話ができるノイズキャンセリングマイクが内蔵。ここに2つ小さい穴がついてます。ここがマイクです。何か作業している際に電話が入ると、電源ボタンがあるんですけども、こちらの隣ですね、こちらを押すことでボタン1つで電話を受けることができます。手元で操作できるリモコン、電源の入り切り、曲送り、曲戻し、一時停止、再生、音量調整、電話を受けたり拒否したり、リダイヤルしたり折り返ししたり、これら全てがこのネックスピーカー手元で操作することができます。また日本語音声ガイドが搭載、全ての操作で音声ガイドが流れて、お子様や高齢者でもすぐに直感的に使うことができます。
その他特徴についてこのネックスピーカー外して置くことでもこちらワイヤレススピーカーとして使うこともできます。またマルチポイントにも対応、2台のデバイスと同時に接続することができます。例えばテレビとスマホ、これらを同時接続することでテレビを楽しんでいる時にスマホの着信音を聞き落としません。では早速ですね、こちら接続をしていきたいと思います。まずは電源を入れます。本体こちらですね、ここにありますので、電源が入りました。こちらアナウンスが流れるとペアリングモードに移行します。ペアリングモードはインジケーターランプ赤と青で点滅をします。ここです。青赤青赤青、 Bluetooth 一旦オフにしてオン。はい、来ました。 BBH929SBluetooth 接続しました。おー、 YouTube 動画再生をしていきたいと思います。ではこちらの動画、おはようございます。引っ越し生活おめでとうございます。安心してこちらを置くことができます。また映画館180度回転、天井投影もできるコスパ、お、右側を押すと止まります。はい、プロジェクターを紹介します。そしてこちら側、高速距離は 1.2 から 4m、 最大音量、お、最大音量で小型になりながら自然な色合い、一番最小音量、おー、アナウンスしてくれます。はい、というわけでですね、音めっちゃいいです。ではちょっとフリー音源聞いてみたいと思います。おいいね。というわけで音体験してみました。いや正直ですね、ネックスピーカーめちゃくちゃ軽いので音カスカスかなと思ったんですけども、4つスピーカーがついてるので音の臨場感は素晴らしいです。いや見た目以上に音は良かったです。また実際にこちら使ってみまして、手元で操作できるっていうのはとてもポイントが高いです。あと音声ガイダンスというものがありましたので、直感的にですね、今自分がどういう操作をしているのか、例えば電源が切れました、電源が入りました、 Bluetooth 接続しました、いかがだったでしょうか。ネックスピーカーご自身で使うもよし、父の日、母の日、敬老の日、誕生日、プレゼントとしてもとても最適です。商品興味が出てきましたら詳細をご覧ください。監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。軽さは正義、ながら聞きに最適です。本番いきます。よーい、ネックスキー、ネックスピーカーワイヤレスネックスピーカーを紹介します。